chips and memories, coffee and omega cookies, they make me feel at home. Father, brother, mother, dear, you're so far, but feel right here, no matter how far I go. There's love inside. すいません。今日は学芸大にやってきました。マイリンがずっと行きたいと言っていたカフェに行くんです。けど、前は行きました、この間。抜けがけで行かれました。学芸大のこの、いいよね、商店街の感じ。このさ、もうちょっと行った右側に、ヒイラギっていうタイラキはさ、タイラキあそこいいよね。ヒイラギ。今日は行かないけど、とてもおすすめです、ヒイラギ。店内もね、おしゃれなよね。出来たてのたい焼きと、ティーを飲めます。すっかり暗くなりました。カメラじゃわかんない。でもこの映像綺麗よ、すごい。ちょっとお散歩します。ちょっと散歩し終わったんで、もういい時間になってきたんで、晩ご飯を食べに学芸大の居酒屋にちょっと行こうかなと思ってるんだけど歩きながら決めたいと思います。記憶を持ったり、ああそうだっけ、よう覚えてるよね。うん、してポール、うん、あ、ここだっけ、聞いてみる一応、うん、いいねこの感じ、このビールケースでさ机をしてる感じ。確かにこの知らん人の顔の中
確かに外で飲む、うん、ちょっと机の傾斜にだけ気をつけないと多分落ちるかもしれない。1年前には手にしてます。寒くなってきました。寒いよ。いやもう焼きそば頼もう。焼きそばとなめろうもちょっと食べたい。うん、カニ赤だし青さみ味噌汁もあ、そみたい。寒いよ。この外の席ってそういうあったかいメニュー売れるよね。うん、そうやね。寒い。あ、何の仕事しようかな。パカツはでき、でもバイトもでき、何もでき、シャフ。袋が来た。これは長芋の、すごい、思ったよりもいっぱい。椎茸大好きなんだ、うん、プリプリ。こんな美味しいの焼けんのやから。うん、これ美味しいね。ごちそう椎茸、うん、だったらこんな美味しくできる。この切り方からまでして、なんか切れてるようで切れてないみたいな。タコさん、タコさんになる。タコさんしい。これもあったかいうちに食べよう。おいしい。カレー味はね、おいしい。うん、おいしいよね。うん、最高。でも外はもうそろそろ限界やな。ギリギリ。美味しいですよ。お酒が飲めない寒くて、うん、手が冷たい。熱かもとか、うん、温かいです。焼き卵、長芋、後ろにあるのが最高。難しいんじゃないかな。ありがとうございます。うん、あったかい。うまい。あったかー。凍えてるから今、ね、これ持つだけで寒い。はい、寒い。店内はめっちゃあったかかった。やっぱあったかいお酒を頼むべきや。なめろうでございます。なめろうます。焼きそばです。まだお味噌汁来てないですよ。あ、はい、そうですよね。 ありがとうね、分けてくれそって。もうネギと海苔のね、たっぷりさが最高。でも、その情報で、誰も食べないから。熱々、熱々、高い。事件があって北海道に行くんだから、車だけで辛い。辛い。辛みが。味噌汁じゃない。味噌汁はいいね。湯煎。軸歪む動画撮ってる。え、オズマやってね。いろんな角度から味噌汁を飲む策を。どういうファッションなんですかねっていう。そういう服着てる人みたい。ちょっと中開いたんですけど。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、ということで今日は学芸大学の Vlog でした。バイバイ。